赤石武氏は、北海道旭川市出身のプロ野球選手。宇藤左田、福岡ソフトバンクホークス所属。先に野球を始めていた実験を、ジップがコーチとして教えていた影響で、旭川市立忠和小学校の2年次から野球を、スタート。高学年での守備位置は三塁手という劇手だった。旭川市立忠和中学校への進学後は、旭川大雪ウィナーズでプレー。 一年次から三番遊劇種に定着すると、その年の夏に出場した全国大会でチームを準決勝進出に導いた。二年次に出場した全国大会ではチームの優勝に貢献するとともに MVP を獲得。三年時には首相も務めた。中学校からの卒業を機に地元の北海道を離れて山梨学院大学附属高等学校に進学。 入学時の監督、鈴木秀夫が野球での守備の中心は二類種にあるという考えの持ち主だったことから、2年秋から本格的に二類種へ転校した。転校直後に臨んだ第55回関東地区高等学校野球大会山梨県予選では、二回戦にサヨナラスクイズを成功させると、三回戦では猛打賞を記録。 チーム8年ぶりの関東大会出場と同大会での準々決勝進出に貢献した。3年夏の選手権に山梨大会では北斗高校との初戦に一番打者として出場すると自身の先頭打者3塁だからチームを5回ゴールド勝利に導いている。当時の同級生には内村健介がいた。高校時代には春夏とも甲子園球場の全国大会と無縁であったが、 身体能力の高さを見込まれて、2003年の NPB ドラフト会議で、福岡大英ホークスから4位で指名。契約金5000万円、年俸700万円という条件で入団した。背番号は36。2004年には5月2日の対、大阪近鉄バファローズ戦8回表に、本間光の代打として一軍公式戦にデビュー。 一点ビハインドの一指無双者という局面で初打席を迎えたにもかかわらず一軍初安打を川尻哲郎からの宇宙間三塁打自打者川崎宗則の,の犠牲フライで初得点を記録した5月9日の対オリックスブルーウェーブ戦ではチームの一点ビハインドで迎えた9回裏に先頭打者として安打で出塁したペドロバルデスの代走に起用一軍公式戦では 初めてのダイソーながら後続打者の新塁打で三塁まで進むと西満塁で巡ってきた本間の打席中に山口和夫の冒頭で本塁に生還。その直後に本間が安打を打ったことでチームはさよなら勝利を収めた。大佐田春監督の構想を背景に外野の守備練習を本格的に始めたばかりの5月12日の対西ブライオンズ戦で9回表に プロ入り後初めて中堅守に起用。西2.3塁の場面で、佐藤祐介が打った安打を補給すると、二塁走者、後藤武俊氏の本塁生還を後返球で阻止したが、翌13日からは二軍で、実戦経験を積むことに専念した。ウエスタンリーグ公式戦では、81試合に出場。打率30、304、三塁打12本、19盗塁という好成績で、 リーグの優秀選手賞を受賞した。その一方で、シーズン終了後の周期キャンプでは、王の方針で内野手としての練習を優先した。この年に、声優劇手へ定着したばかりの川崎が、右肩痛で参加を見送ったことや、当時の生にいる類手だった井口忠人が、ポスティングシステムで MLB に挑戦する意向を示していたことによる。2005年には井口が、 上記の事情で、シカゴホワイトソックスへ移籍したことを背景に、ウエスタンリーグ公式戦で開幕から主に二塁手として、起用。6月中旬までは43試合の出場で打率。281を記録していたが、同月23日のタイサーパス神戸戦で本塁へ、突入した際に、右足首を捻挫したため、3ヶ月近い戦線離脱を余儀なくされた。9月中旬に、 戦線復帰を果たしたが、打率。270でシーズンを終えるほど振るわず、一軍への昇格も見送られた。2006年にはシーズン中に右肩を痛めたため、8月10日に、右肩上方関節唇方法手術を受けた。その影響で前年に続いて一軍公式戦に出場できなかった。2007年は6月30日の対、千葉ロッテマリーンズ戦に、 ダイソーながら3年ぶりに1軍公式戦へ出場。7月8日のタイ西部戦では9回、表虫満塁で、山崎勝美の代打に起用されると、1軍公式戦での初打点を、岩崎哲也からの敵自打を記録した。7月13日のタイロッテ戦では、8番、指名打者として1軍公式戦の初スタメンも経験。一軍公式戦では、通算で十五試合に出場。 代打や指名打者としての起用ばかりで、守備につく機会はなく、打率も176にとどまった。2008年は6月中旬から一軍へ昇格。7月19日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では6回表に、代打で田中正宏から内野安打を打って出塁すると、2塁への盗塁を成功させたことによって一軍公式戦での初盗塁を記録した。 一軍公式戦には一塁の守備固めを中心に、通算で29試合に出場。シーズン中に開かれた北京オリンピック前後の試合では、野球日本代表として出場した川崎に代わって、遊撃手としてスタメンに起用された一方で、ウエスタンリーグの公式戦では46試合の出場で打率28。282リーグ最多の8三塁打を記録。 8月27日の対阪神タイガー,アース戦では、本塁打が出れば、サイクルアンダを達成する状況で8回裏の打席に、立ったが、クリスリーソップから右手に支給を受けた。当日は、試合後に一軍のナイトゲームにも出場する予定だったが、病院で、右手第2.3死骨折りと診断されたため、出場選手登録を抹消。そのまま一軍へ復帰できなかった。 2009年は7月に一軍へ昇格すると8月2日の対オリックス戦では一軍公式戦で5年ぶりに外野手でスタメンに起用この年は外野のレギュラー陣の一角を担っていた田村一氏が欠場しがちだったことから以降の一軍公式戦でも内野手登録ながら外野手として24試合でスタメンに起用された8月11日の対楽天戦では 岩隈久さから3安打を打つ活躍でプロ入り初の猛打賞を記録。岩隈からは9月29日の対戦でも2打席連続で3塁打を打った。8月26日の対ロッテ戦では一軍公式戦での初本塁打を小林博之からのソロ本塁打で記録。レギュラーシーズンでは一軍公式戦での通算打席数が初めて100を超え打率。 291という好成績を残した。チームのレギュラーシーズン2で臨んだ、クライマックスシリーズファーストステージでも右翼手で、全2試合でスタメンに起用されたが、8打数に安打という成績にとどまった。2010年は一軍公式戦39試合に出場。バッテリーを除く7ポジションを守った一方で、打率は128にとどまった。 周期キャンプ期間中の11月7日に実施された第16回アジア競技大会野球日本代表との練習試合では外野手として臨んだ初回の守備で西郷康幸が宇宙間に放った打球を追った際にフェンスへ激突当初は左足の捻挫と診断されていたが後に左足の甲を骨折していたことが判明した2011年は7月から一軍へ昇格 当時の主力打者であった、国母祐樹やアレックス・カブレラに代わって、一塁手として18試合でスタメンに起用された。試合途中からの守備起用も一塁手が35試合と、多く、外野での起用は、左翼で6試合、右翼で1試合だった。打撃面では打率、278、出塁率、347と安定。全25アンダのうち3塁打を5本記録した。 2012年は、シアトルマリナーズへ移籍した川崎に代わって、3月30日の開幕戦、一軍公式戦の開幕から、2番、遊撃手として、スタメンに起用。打撃が好調だったことに加えて、正直類種の本田雄一が故障で戦線を離脱したことから、4月下旬から1ヶ月近くにわたって、1番、二類種に回った。 本田が一軍に復帰した5月下旬から遊撃手に戻ったが同月の月間打率は342まで達していた。しかし6月6日の対読売ジャイアンツ戦1回表の遊撃守備中にぎっくり腰を発症。その影響で自身も一時先生を離れた。7月7日の対北海道日本ハームファイターズ戦では9回表の第5打席に 犬井信大から19球粘った末に子球を選んで出塁した。公式戦における1打席19球は1947年11月11日の太陽ロビンス対金星スターズ戦で帯の松井信勝が19球、粘って子球を選んで以来65年ぶりの NPB 最多タ記録である。さらにオールスターゲームに初めて選出。 パシフィックリーグ指名打者部門のファン投票1位だったターメルスレッジの故障による出場自体に伴って補充選手として選出されたが前3試合に途中から出場した7月22日の第2戦では7回表に迎えたオールスターゲーム初打席で野村雄介から初安打を記録遊撃の守備でも再三にわたって好プレーを披露したことから関東選手に選ばれた 後半戦は、肖像類種の松田信弘が死球で戦線を離脱した8月上旬から三類種として46試合にスタメン出場。試合の終盤には、今宮健太が遊撃の守備固めに入っていたため、一類の守備に回ることも多かった。6月以降は打撃が低迷したものの、シーズン中には2度の1試合4安打などで猛打賞を11回記録。 一軍公式戦全体では135試合に出場するとリーグの規定打席へ初めて到達。1番、2番、9番打者に起用されながらリーグ21位の打率、255ヤを記録したほか、安打数や盗塁数で自己最多の成績を残した。2013年は1月の自主トレーニング中に右膝を痛めたものの、 レギュラーシーズンでは開幕直後の4月7日から1軍へ昇格。昇格後は1軍公式戦15試合に出場したが、打率が103にとどまるなど振るわず、5月18日に出場選手登録を抹消された。さらに抹消中の6月4日に出場したウエスタンリーグの対中日ドラゴンズ戦で守備中に中西健太と激突。で病院に運ばれたが、 8月29日の対、ロッテ戦で7番、一塁手として、スタメンで出場すると、4回裏の打席で、シーズン1号本塁打を、西の有志からの3点勝ち越し本塁打で記録した。復帰後は打率。300と活躍したものの、今宮の急成長によって、遊撃手としては起用されなかった。2014年は公式戦の開幕から、フルシーズン1軍に帯同。 開幕当初は主に代打、守備要員として起用されていたが、ホンダの打撃不振や骨折、内川誠一の肉離れ、松田の骨折、長谷川祐也の人体部分断裂などを背景に5月中旬以降は、スタメンでの出場が増えた。レギュラーシーズンでは通算で一軍公式戦93試合に出場。64試合でスタメンに起用された。 脱戦では主に9番を任されていたが、2類種として38試合、3類種として19試合、1類種として7試合に起用されるなど、ユーティリティープレイヤーとして、チームの3年ぶりリーグ優勝に貢献した。総類面では8月17日の対オリックス戦で、吉田一生、伊藤光のバッテリーから、プロ入り後初めての複数盗塁を記録。同月には、 22日の対ロッテ戦と31日の対楽天戦でも複数の盗塁を成功させた。チームのパリーグ連覇で臨んだ日本ハムとの CS ファイナルステージでは二類種として全6試合でスタメンに起用。打率304、4得点を記録したほか2度成功させた盗塁がいずれも得点につながる活躍でチームの日本シリーズ進出に貢献した。 阪神タイガースとの日本シリーズでも二塁手で、前後試合にスタメン出場。打率は、214ながら、3四球と3得点を記録したほか、3度成功させた、ギダが、いずれもチームの得点と勝利につながった。10月30日の第5戦では1点リードだった9回表から、ベニス・サファテによる3者連続四四球でマネータ1、四万塁のピンチで、一塁手として、 西岡強治の打ったゴロを補給。保守、細川徹への送球によって三塁走者の生還を阻止すると、細川から自身への返球が、西岡の背中に当たるハプニングで閉殺が完成したことによって、チームのシリーズ制覇の瞬間をダイヤモンド上で迎えた。2015年は一軍の代打、守備要員として、レギュラーシーズンをスタート。しかし、 障子類種の本田が早々に戦線を離脱したことから、高田智樹、川島慶三などと障子類種の座を争った。4月29日に、故郷、札幌ドームでも様された、対日本ハム戦では3点ビハインドで迎えた2回表の、打席で一軍公式戦では、初めての逆転満塁本塁打を中村勝から打った。6月下旬から徐々に調子を上げると、 7月28日の大楽天戦以降の試合では一番打者に定着。一軍公式戦には115試合の出場で二塁手として45試合、一塁手として34試合で、スタメンに起用。パリーグの規定打席にはわずかに届かなかったが、打率。263、11盗塁、自己最多の3本塁打を記録する活躍。チームのリーグ3連覇に貢献した。 CS ファイナルステージの突破を経て臨んだ東京ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは2番2塁種として前後試合にスタメンで出場打率4381本塁打、7四球、出塁率609という好成績で優秀選手賞を受賞した2016年は一軍公式戦の開幕を5番一塁手として スタメンで迎えながら、故障の影響で3月28日に出場選手登録を抹消された。7月下旬から一軍へ復帰したが、ホンダが正に類種の座を取り戻した影響で、自身の出場機会は一類種としてのスタメン起用か、内野の守備がために限られた。一軍公式戦への出場は47試合の出場にとどまったが、9月22日の対、 日本ハム戦で4年ぶりに左翼手として試合の途中から出場したことを皮切りに左翼手として2試合でスタメンに起用された。シーズン終了後の12月14日に入団以来13シーズンにわたって着用していた背番号36から8に変更することが発表された。2017年はレギュラーシーズンの開幕を一軍で迎えたが、 腰痛を発症したため4月1日から23日まで出場選手登録を抹消。4月29日の対オリックス戦では支給の影響で欠場した柳田祐希に代わって一軍公式戦では初めて3番打者に起用された。8月15日の対オリックス戦では3打点を挙げる活躍、レギュラーシーズンにおける福岡ソフトバンクホークス。 としての通算戦勝達成に貢献。試合後にはチームを代表して単独でヒーローインタビューを受けた。途中から出場した9月23日の大楽天戦で奏者として、気類の際に右手親指を痛めたが、レギュラーシーズン全体では、正に類首として一軍公式戦103試合に出場。8月26日の対ロッテ戦で、自身2年ぶりの本類打を打つなど、 チームの2年ぶりパリーグ優勝に貢献した。レギュラーシーズン3位だった楽天との CS、ファイナルステージでは打率。167と不審で、同ステージの突破を経て臨んだ横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズでも11月2日の第5戦で敗戦につながる失策を犯した。それでも、日本シリーズ全体では CS を上回る打率。250を記録。 10月29日の第2戦では2点ビハインドの7回裏に、代打で2塁打を打って、チームの逆転勝利につなげるなど、チームの2年ぶりシリーズ制覇に寄与した。なお、レギュラーシーズン中の5月23日に、国内 FA の権利を取得したが、日本シリーズ終了後の11月13日に権利を行使しない旨を表明。 12月19日の契約公開では2018年シーズンからの3年契約を締結するとともに推定で4500万円もの昇給によって1億円プレイヤーの仲間入りを果たした。2018年は春季キャンプ終盤の2月27日に腰痛を発症、救急車で急遽病院へ搬送された。4月中旬から一軍へ昇格したものの、 レギュラーシーズン中も腰痛に悩まされたため、一軍公式戦への出場は45試合にとどまった。それでも23試合で一塁手、21試合で二塁手、2試合で外野手に起用。打率は前年を上回る。282ホンダの引退試合として催された10月6日の対、西部戦では代打でこの年唯一の本塁打を打った。チームはパリーグの2位で、 レギュラーシーズンを終えたが CS 突破を経て臨んだ広島東洋カープとの日本シリーズでは2類種として攻守を連発11月1日の第5戦では1点ビハインドの7回裏で迎えた打席で左投手のヘロニモフランスアから同点のソロ本塁打を打つとチームは延長10回裏に柳田のソロ本塁打でさよなら勝利この勝利が同月3日の 第六戦でのシリーズに連覇につながった。なお、大英時代に同期で入団した木所龍馬が翌日に球団から戦力外通告を受け、その後現役を引退したため、大英時代から他球団に移籍することなく、ソフトバンクに在籍する最後の生え抜き選手となった。二0 1九年は前年に続いて腰に痛みを抱えていたことから、春季キャンプ中の二月十一日に、 脊椎前内視鏡ヘルニア摘出手術を受けた関係で前年に続き開幕に軍。4月24日に一軍に合流すると翌25日のオリックス戦で自身初のサヨナラ本塁打を打つ。なおこの本塁打が本拠地のヤフオクドームにおいて平成最後となる本塁打となった。またバック中でホームインして注目を集める。しかし、 その後は手術の影響からか打率が2割前後と低迷。打撃面では8月以降は復調傾向となり、9月の月間打率は3割を超えたが、最終的には99試合の出場で248と数字を落とした。その一方で自身キャリアハイとなるが本類打を記録。特に9月22日のオリックス戦では山本義信から自身初となる。 戦闘打者本塁打を記録した。2020年は開幕を一軍で迎え、7月11日の大楽天戦において決勝打となる二類的自打を打つ。7月31日の対埼玉西部戦では決勝本塁打を記録する。しかし9月8日に右手関節炎で離脱を余儀なくされる。9月29日に約20日ぶりに復帰すると10月31日の対。 埼玉西部戦では、自身3年ぶりとなる1試合4安打を記録する。上記の怪我での離脱やコロナ禍による影響を受けて、開幕が遅れたことで69試合の出場となったが、打率は253と前年を上回った。2021年も開幕を一軍で迎え、中村明が本格的に一塁一種に転向したこともあり主に、代打で起用された。 長年悩まされていた故障もなく、出場を続けていたが、打撃不振に陥り、5月9日の西武戦で、左安打を放ってから7月13日の楽天戦で、ホアンダを記録するまでの約2ヶ月間、16度の大打機会で13打数連続ノーヒットと苦しんだ。後半戦に入っても、打撃の調子が上向かず9月2日に登録抹消となった。最大の特徴として、 内野ならば、どこでも守れるユーティリティープレイヤーであることが挙げられる。また、外野手として出場することもある。プロ入り前は、高校時代に1試合で5盗塁、50メートル走のタイムが5秒6、遠投110メートルと高い身体能力を示していた。打撃では3塁打が多く、自身もこだわりを持っており、ミスタースリーベースの異名を持っていた時期がある。 2017年4月22日に京セラドーム大阪で行われた対オリックス戦において死球の影響で欠場した柳田ゆきに代わりプロ12年目にして初めての3番打者でのスタメン出場。これにより4番打者以外の全打順で出場経験を得た。また同チームの松田信弘、今宮健太、長谷川祐也と並び、 史上4人目の日本シリーズで相手リーグの全球団に勝利し、日本一になったことがある選手である。北海道にいた頃から秋山浩二に憧れ、大英ホークスの大ファンであり、2003年11月20日にスカウトが指名挨拶を行った際には、秋山さんのような、どれをとっても一流と言われる選手になりたいと述べた。高校2年時の修学旅行で、 福岡ドームに隣接するホテルに宿泊した際には、いつかは自分もここでプレーがしたいとプロへの思いを固めていた。2019年4月25日にさよなら本塁打を打った際には、現役時代の秋山と同様にバック中、ホームインを披露した。お笑い芸人のとにかく明るい安村は、同じ旭川出身で、同じ少年野球チームの先輩、後輩の関係。 ありがとうございます。